しょう、雪かみなるでございます。ということで、今回のスキャープダイナー X やっていきましょう。ということで、今回のスキャーディフェンスボーナス。メガスライム EX。無属性攻撃のしてくるパーティー戦闘機械の攻撃疲労が高い。封印攻撃に備えよう。となっております。ということで、まあ、主に伝説パになるのかなって思います。まあ、あとは本当に今回はまあブスコマコを大ダウンしてくるというわけで、まあ大ダウンしてくるという形なので、まあクロスハリケーンとかでまあ突破という形、突破というかブスコ上げていくんですけど、またさらにあのブスコを下げてくるって形ですね。ブスコマコを下げてくるという形なので、まあ割と今回はまあそこまでなんだろう、まあ伸びないというか、何でしょうね、ちょっと本当に厳しめになってるのかなとは思いましたね。うん、なんですけど、まあまあまあ別にそこまで気にする必要はないかなって形ですかね。まあとにかくあの封印がかからなければいいって形でございますね。なので封印に対してはちゃんとつけておきましょう。これでも結構強い。いつでもいけるぞ。さあ、勝負。これが仮面の力だ。懺悔なさい。何を。クライラックスさ、覚悟なさい。これが女神の実力よ。いつでもいける。これが仮面の力だ。ことを全力でついてこれるかな。いつでも行けるぞ。懺悔なさい。これが仮面の力だ。さあ勝負。えついてこれるかな。いつでも行けるぞ。準備できたわ。行って。これが仮面の力だ。これが女神の実力よ。やられっぱなしじゃダメだよね。あとアクアには女神の過去ですから、ね、許さないからね。まあある程度強いんだから、ね、いつでもいけるぞ。攻撃が当たる。最近アクア出張してますね。やっぱり伝説アクア、たまに、まあ、前回も出張してついてこれるかな。まあ、こんな形ですかね。ということで、まあ、433、まあ、大体449とかそういった形になるかなと思います。まあそれに関しては運次第かなって思います。このスバ、はい、ということで以上となります。ということで、まあ今回は何だろう、ディフェンスボーナスということなのかわかんないけど、まあ割とダメージは出にくいという形ですね。うん、ダメージは出にくいし、下げてくるので非常にダメージが出にくいといった形になるかなと思います。なのでダメージアップとか、女神の加護ですかね、まあそれが必要になってくるかなって形ですね。名声特性に関しては、まあ他に対策できるのはそこまでうーんないのかなーってぐらいですかね。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ゆきかみのうでございました。またねー。バイバイ。チョベリーグエンディング。